昨日はいぶし見せ捨てられたが、今日は見せつける。オスプレイの前で神声、カウント3。挑戦者オスプレイ、彼のこともリスペクトしてる。でも彼に足りないものはたくさんありますから、その部分を持ってるやつがそこにいますけど、ニュージャパンワールドナウということで、今日のゲスト解説はザ・ドラゴン高木慎吾選手に来ていただきました。新しいシャツ来ちゃったよ。新しいシャツね、まだ販売してないのに大丈夫かな、来ちゃって。いや、もう宣伝したいんでしょ。だってこれランページとこれ、あとね、まあちょっと映せないかもしれないですけど、裏後ろに「Going My Way かな」という英語があったら、よく見ると「Going na My Way」。どんだけ強引なんだよ、強引なんだよっていうね。ですから、ぜひ発売になったら皆さん買ってですね、後ろの字もチェックしておいてほしいなと思うんですけど、今日のメインイベントです。はい、イブシ選手とウィル・オスプレイ選手の IWGP 世界ヘビー級チャンピオンシップの前哨戦、どう見ましたか？でも最終的にはオスプレイ宙づりにされてたからね。そうですね、あれは屈辱だろうなと。まあ、やっぱコンディションはイブシの方が勢いはオスプレイかなと思ったけど、最後にイブシがねあって勝ったから、勝ったしマイクもね、ちょっとやっぱ理解不能なところはあるけど、もういい感じじゃないの、イブシとしても。あれはいい感じである。まあやっぱね、同級のも付き合い長い俺でも、ね、ちょっと話振られて、うんと思って、ちょっと何言ってるか分かんないみたいな感じだったけど、あれはね、まあ俺、高木式ポジティブに考えると、高木式ポジティブ、足りないものを俺は持ってると、高木が持ってると。ってことは、オスプレイに勝ったら、足りないものを持ってる俺とやりたいっていうことを言いたいんじゃないかなと。すごいポジティブ。すごいポジティブ。違う。いやいや、でもそういうふうにね捉えて、僕もそういうふうに思ったところもあるんですよね。なんかオスプレイ選手が目の前にいるのに、なんか高木選手を見てるような、なんかそういうのもすごく感じたので、これはこれね、井渕選手が防衛とかしたらちょっとね、ちょっといろいろ想像したくはなりますね。ちょっとやっぱ準備しなきゃいけないね、やっぱメインイベント控え室で。おっと。なんてったって去年ね、G1 クライマックスイブシ選手にかかってるわけ。勝ってんだけど、あれね、イブシ忘れてると思うよ、多分。忘れてる。でも俺が散々言ったからちょっと思い出したかもしれない。なんでこう一回寝たらすぐ忘れる人ばっかりなのかね、新日本プロレスは。まあやっぱみんなやっぱ過去は引きずらないのかな。ポジティブにみんなポジティブに考えていかないとっていう。まあね、まあでもメインだけじゃないでしょ、両国の試合というか。そう、俺の対戦相手だよ。対戦相手、内藤選手、真田選手、高木慎吾選手対ジェフコブ選手、王冠選手対 X。 これは予想は X ですよね。両国の X といえばね、2018年10月高木選手がね、俺がマスク取った時はもうね、両国がひっくり返った。ひっくり返ってない。やっぱでもあの、俺も聞いてないドッキリみたいなね、ミラノコレクション AT 選手って、これまさか俺ドッキリだったのって思ったよね。あ、会場まで来たのに、俺じゃなかったかもしれない。あ、ミラノ先輩か、なんだよと思って新たなるパレハを紹介する時がやってまいりました。復帰を決意されたミラノコレクション AT 選手、いや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 、なわけないでしょ。いやいや、そんなわけないでしょ。なわけない。これまでとマッチ、2人に心のダメージを与えてる。あれで呼ばれたから緊張しちゃって、あ、やっぱドッキリじゃなかったんだ。いやでもそこから見事なね活躍で、ジュニア経て、2回経て、ベルト巻いてきて、ニュージャパンカップ準優勝。LIJ のみんなからおめでとうって言われてないらしいんですけど、おめでとうございます。まあ喜んでいいのかどうかわかんないけど。まあでも今こうね、感染予防もあって声出せないけど、まあオーカウントがね、ジェフがなんか秘密兵器だの最中兵器だのえらいハードル上げてるから、これは X 登場した時にね、両国のお客さんがついつい声出したぐらいだね。ビッグサプライズ俺は期待してるけどね。やっぱ俺らもワクワクする相手とやっぱやりたいし、俺ら自身もやっぱ次のテーマ探してるから、X に期待してんだよ。なるほど、ね、刺激を求めてる男としては、なるほど。まあ X っていうと最近甲子園見てるとね、いつもクレナが流れてるけど、いやいや、その X じゃない、その X じゃないからね。期待してるよ、いろんな意味で。そのなんか1ボケ2ボケしなきゃいけないみたいな、なんかそれは何なの？これ何だろうな。桂とおじさんでいいじゃん。なぜこうダジャレを混ぜようとする。まあやっぱでも俺は常にやっぱはつらつタイムだから。あ、常にはつらつタイム。起きて寝るまではつらつタイムなんで、はつらつの中にちょっと親父ギャグも入っちゃうという、おっさんギャグというか。あ、じゃあそれついてくるもんだからしょうがないんだ。しょうがないということでね、これからも高木選手のコメントとかもね、ぜひチェックして気にしながら一字一句見逃さずに聞いておいてください。そんな桜ジェネシス IWGP 世界ヘビー級チャンピオンベルト今日初お披露目されたようですね。それのオスプレイ選手の戦い IWGP ジュニアタッグのタイトルマッチありますんで、ぜひ4月4日17時ライブ配信しますので、皆さんご期待でございます。もうたくさん喋ったから喋ることはもうないか。はい、ない。本当にないの？え？本当にないの？なんか一言。はい。じゃあもう閉めちゃっていい？閉めちゃって大丈夫です。うん、とにかくメインも期待してるけど、何よりも俺は対戦相手の X に期待してるから、エンパイアがっかりさせないでくれよおい。俺たちの言いたいことは以上だ。